アクイラ・アクイリフェルとは、ローマ軍団の標準的な紋章である、アクイラを守るベテランの旗持ち、運搬人を指す。かつては、各軍団ごとに、狼やイノシシ、牛、馬も、また紋章として使われていたが、紀元前104年以降は、和紙を意味する、アクイラが、普遍的な紋章となり、アクイリフェルもそこから命名された。和紙の紋章は、軍団の所有物で最も重要であり、 それを失うことは大変な不名誉であった。アクイラのエンブレムは月景観によって取り囲まれ、大きく羽を広げていた。それは狭い台形の土台に埋め込まれ、さらに空高く掲げられた棒の上にはめ込まれていた。アクイリフェルの地位は、それ相応であり、ケントリオのすぐ下、オプティオの上にランクされ、一般的な軍団兵の倍の給料を受け取った。 他の標準的な旗持ちとは違って、アクイリフェルは、獣の皮を身につけず、帽子も被っていなかった。アクイリフェルは、その紋章と武器で、両手が塞がっていたので、巻きつけることができた、パルマと呼ばれる、小さな円形の盾を装着していた。ありがとうございます。